え、モナカ？何かインパクトある豪快な料理を出しそうな様子だったのに、意外というかバカというか。小僧、もしやわしのような老人相手にはお茶受けの和菓子でも出しておけばいいということではないじゃろうな。おいさらばえたとはいえ、お前を締め落とすくらいの腕力は残っておる。これが侮辱ならば、その報いを受ける覚悟はあるんじゃろうな。ああ、その元気がありゃ俺の飯バッチリ食えるっすね。お上がりよ。なんじゃ全身の細胞が、血が、筋肉が奮い立ち躍動していくようじゃ。あのヨボヨボだった老人に正気が満ちてく。この島は一体、とてつもない濃く、そして響き渡る酸味と辛味、これは甘い和菓子ではない。あん肝、あんこうの肝じゃ。その通り、こいつは俺特製の、名付けてあん肝ラカッス。でも食材トレーラーにはモナカ生地なんてなかったはずよ。白玉粉とコーンスターチさえあれば、こういう型を重ねて焼くことで即席のサクサク生地ができるんす。結構むずいんすけどね。で、中身の方は、まずあん肝から筋、血管を取り、塩を振って臭みを抜いたら、かつおだし、酒、醤油、砂糖で作った煮汁でグツグツ煮込みます。滑らかに裏ごししたら、手作りの七味唐辛子を混ぜてモナカ生地で挟み込めば完成っす。うまい。軽いモナカ生地とねっとりした裏ごしあん肝、粗く叩き砕いた山芋が素晴らしい食感を生み出しておる。口の中をビリッと刺激しながら広がりよるわい。出汁の旨味、醤油の塩味が最適なバランスに見極められ、手作り七味の酸味と辛味がより強くとなる。それだけではない、食欲が内からどんどん湧き上がる。この品は一体何だというんじゃ。